清水さん、いろんな市場会って言いましたけどね、はい、サプライズですね今回も。 これはひょっとするとひょっとしました、ね、あのオペラ歌手でさ、数年前亡くなっちゃった、はい、パパロッチさんの名前へ聖火ですよ、まあ、彼のこれゲストハウスなんだけどね。なるほど、はい、なんとここで、ここでマスラッティの発表会ですよ、グランツーリスモ S ということですよね、まあ、非常にこうちょっとこじんまりとね、イタリアらしくやってるけど、はい、あのモデナでしょ、うん、マスラッティ、はい、であのパパロッチさんもモデナのね、うん、なるほどなるほど、で昔からやっぱりそのマスラッティのパトロンだったみたいな、うん、そうなんだ。であの未亡人の奥さんと娘さんがここで住んでるんですけど、はい、ぜひマスラッティの試乗会に使ってくださいということ でしかも夕食もここで食べちゃったんですよ。で彼がね、愛弟子で、はいはい、あの歌ってくれたんですね。なるほどね。で亡くなられたベッド寝室まで見せてくれたんですけど、まあ、それは公開しないっていうお約束で、はいはい、さてさて、まあ、マスラッティグランツーリスモなんですけど、まあ、エンジンが 4.7 リッターのフェラーリ製っていうところはまあ従来と同じなんですけどね、はいはい、なんとトランスミッションが6速トルコン ATAT なんですか。 AT で元々同じ2ペダルでも、はい、そのシングルクラッチの、はい、こうよりダイレクトなやつがフェラーリから譲り受けた、うん、まあ、イタリアの高級車持ってたんだけど、はい、やっぱりトルコンの方が、うん、イージードライブできるよねってことで、特に日米ね、はいはい、日本とアメリカのお客さんはトルコン AT の方が慣れてるんで、ね、なるほど。でこれを作ったら意外に当たっちゃって、アメリカでも今人気急上昇ですね。マスラッティ今どうなんでしょうか、この今この時代。意外にだからいいんですよ。いいんですね、うん、ほうほう。あのなんていうの、うん、あの手垢がついてない高級車っていうのかな、うんうんうん、いわゆるこう金融バブルで車好きじゃない人たちも、はい、もう何億円っていうその超その巨万の富を得た連中がね、買い漁ってた高級車ではなかったから、ね、はいはい、実はね、うん、あのこれとジャガーが手垢がついてない高級車なんで、うん、私は個人的にね、なるほど、2010年ぐらいからマスラッティとジャガーがブレイクするんじゃないかなと思ってるんですけどね、という兆しになるでしょう、なってるんじゃないかなと、うん、しかしすごい内装ですねこれもね、もうね本当赤のその、はい、まあでも内装命っていうところあるけど、やっぱエンジン音がすごくてね、はい、エンジンはもうフェラーリ製 V8 でしょ、うんうん、だからこれほど気持ちがいいスポーツカーってないよね、速いとか遅いじゃなくてね、なくてね、うん、もちろん速いんだけど、まあ、これの速度でも気持ちいいって感じ、ね、気持ちいいんだよね。なるほど。でエンジンブンブン回して、だからなんかターボで低回転のトルクなんていうのはちょっと、うん、あの最近の時代だったけども、うん、やっぱり自然吸気のエンジンで、ま、7000-8000甲高い音を出してね、回したくなるっていう、うん、古典的だけど、うん、いいね。なるほど。だからマセラッティとこれからジャガー、うんうんうん、まあ、ジャガーはちょっと今もったいなくて言えないんだけど、はい、ネタがありますから、ね、はいはい、なるほど、まあ、でもやっぱこういう車あってほしいですよね。そうだね、 This is 車ですね。 This is 車だよね、はい、でもね、あの品質なんかもすごく良くなってるし、なるほど、うん、相当魅力的ですよね。はい。